殺意の極道に目覚めた育ちは普通の育ち。なんで戻ったの。やだ、普通の育ち。さて帰りますか。こいつらの復帰祝いにワイハでシースーとでもしゃれ込みますかね。待てよ、戻れって。極道の育ちに戻れって。はい、このままじゃ俺の気が収まらねえ。もうルールも筋紙も関係ねえ。俺が自らてめえらをぶっ殺してやる。うっそ、わが、どうしましょう。でも言ってもシンプル喧嘩だったら勝てるよ。お前らはよく戦ってくれた。あとは俺に任せろ。マネージャー間の問題はマネージャー間でかけりをつけるさ。そうだよね、全然こっちのがいつも通りっていうかね、普通のカスが一番だから。俺が相手になってやるよ。かかってきな、卑怯者。へへ、舐めるなよ。かつてハワイで剣が最強の男と言われた俺の本気を見せてやる。ルールなんか関係ねえ。こいつをぶっ殺せ。嘘。でも言っても普通の喧嘩でも僕筋もん使いっていうじゃん。しゃらず者たち、あ、みんないるし、みんないるならね、もう強いっていうか、ね、しかもお前レベル11。もうにゃんにゃん言わせてやろうか、お前ら。にゃん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 言わせてやろうかな。ほらレベル11で生きがってんじゃねえよ。見せたれ、富澤バックアタックだ。もうちょいね、もうちょいレベル高かったら、こう、切羽詰まった戦いができたと思うんだけど、違うっていうかね、もう、竜王とかエイトも終わるからさ。なんなんだよ、こいつ。喧嘩売るなら相手を選ぶんだね。アスガーさんかっこいい？強いんですね、これ。そもそも筋合いマネージャーよりファイターの方が向いてるんじゃないですか、わかる？カスガ一番が筋もんになってくれたら超強いんだけどな。今更そういうこと言うのは野暮ってもんだぜ。あ、来た。キングじゃない。ビラビラキング来た。見事だね、カスガ一番くん。お前はキング？四天王を全員倒すとは、さすが森笠さんのお気に入りだけありますね。春日さんにはこれで僕への挑戦権が与えられることになります。権利を行使しますか？おう、もちろんだ。そうですか、楽しみに待っています。おい助けてくれ。こいつら本当にムカつくやつらだよ。負けただろお前。あれはどう見てもジョーカーが悪いよ。ちゃんと謝って。ちゃんとしてるキング、謝って。あ、え嘘、そこまでしろ、謝っててもいいんだけど、そこまでしろと言って。マジで。あ、なぜ、おい、大丈夫か、なんで撃たれた、筋もんで。何も撃つことないだろう。四天王の品格を落とす者は排除する。それが筋神委員会のルールですから。委員会の方針に何かご不満でも。キングが一番偉いんじゃないの。いや、まあお飾りみたいなもんって言ってたっけ、あいつ。では参りましょう。キングいいやつっぽかったけどな。ん？あ、ん？久しぶりだな。なんでちょっとかっこいいんだよ、アホみたいなアロハ着てるくせに。森笠さん、なあ、お前今楽しいのか。本当にこんな連中と一緒にいたいのか。今のお前は誰よりも強いし、金も名声も多くのものを得ている。だが、それで満足なのか。僕は昔の僕じゃないんです。ごめんなさい、師匠。師匠。俺は待ってるぞ。お前と、委員会の力なんか借りないお前と、また熱いバトルをできる日を。かっけえ。博士、師匠って呼ばれてたけど、もしかして。ああ、キングは俺の可愛い弟子だったんだ。あ、そうなんだ。辻神が好きで、無邪気で、心優しくて、俺の自慢の最高の弟子だったんだ。まあ、大木戸博士にとっての、まあ、サトシとかシゲルみたいなもんだったのかな。そんなあいつが委員会側についているのは、きっと何か理由があるはずだ。俺はまだあいつが変わっていないと信じてる。俺たちがあいつを倒すことで、委員会から解放し、元のあいつに戻してやりたい。そう思うんだ。最後の戦い、任せぞ、カスガ。うん。
乗りかかった船だ。それに仲間を簡単に撃ち殺そうとするあの委員会ってのも気に食わね。博士の大事な弟子があんな奴らに操られてるってんなら俺も助けるのに協力するさ。ありがとう。え、ていうか大丈夫、撃たれてたけど。なあ。あん、大丈夫か。すまね。気分が情けねえ。悪かったな。あ、ちゃんと謝れるじゃん。偉いじゃん。怪我人は自分の心配だけしてな。いよいよ、次が最後の戦いですね。キングとのチャンピオンシップ。これに勝てば春日さんがチャンピオン、筋神マスターです。しっかり準備して、スタジアムに向かいましょう。おう、あと少し、よろしく頼むな。もちろんですよ。勝てるかな？いや、でもみんなとなら勝てる気がしてきました。クラキはポジティブになった。嬉しいな。そうだ、やればできるぜ。俺たちの下克上、見せてやりましょう。次がチャンピオンシップ。十分に準備して、スタジアムへ向かおう。殺意の奥道に目覚めた男。まあ、普通に戻ったけどね。うん、ファイターを強化して、筋神マスター、キングへ挑戦しましょう。そうだね。いや、ここまで来たらもう最後まで見たいっていうか。お、まだ続いてる。久々にいい相手が出てきたな。春日一番。手頃そうな相手。誰が手頃だ。しかもこいつ、あの森笠の秘蔵っ子なんだろ。元チャンピオンの隠し玉と現チャンピオンの戦い。なかなかドラマ性があるじゃねえか。いい興行になりそうですね。がっつり儲けられそうですぞ。キング、お前はいつも通りこいつを倒してくれればいい。必ず倒すこと。いいな。負傷はできません。ん？何？先のジョーカーとの戦いを見ましたが、彼は侮れるような相手ではありません。強いぞ。頭も切れるし、采配も的確、リーダーシップもある。そして何よりファイターたちと素晴らしい絆を築いている。とても優秀で理想的なマネージャーです。まるでドクター森笠のような。もう師匠と同じもの見ちゃったんだ。何を付け付いてやがる。何が絆だ。お前にどれだけ我々がバックアップしてやってるか分かっているだろう。最強クラスのファイターを多額の金を使って古今東西から集めてきた。英才教育プログラムも施した。マジで英才教育プログラムちょっと育ち子にやってください。今まで俺たちがいくら使ってきたと思ってるんだ。それなのに負けるかもだと。寝ぼけたこと言うのも大概にしろ。すいません。それに万一負けそうになった時は渡してあるそのスイッチを押せと言ってるあるでしょう。スイッチ、え、何このモロスイッチ、これですか。ええ、それを押せばスタジアムの電源が切られる。システムがダウンするようになっている。そんな状況になれば試合は成立しない。よって賭けも成立せず、我々の支援者の皆様は絶対に損をしないようになっている。基本勝つ。万一負けそうになったらそれを押す。猿でもできることだよ。それくらいなら君にもできるだろう。マジずっこいな。事情はわかりますが、できぬなら使いたくないです。てめえ、折笠や春日と話して感化でもされたのか。卑怯とか楽しくないとかどうでもいいんだよ。俺たちは支援者が得をするように賭け試合を組んで実行すればいい。それだけだ。お前がどう思うかなんて関係ない。そういう約束だから、お前なんかをトップに仕立ててやったんだろうがよ。こっちはこっちなんかいろいろありそうだな。勘違いするなよ、キング。お前は偉大なるチャンピオンでも何でもない。ただの委員会の支援者の皆様の駒だ。お前の感情なんか知らん。母親を大事に思うなら、俺たちにあまり歯向かわないことだ。なるほど。お母さんが人質に取られてるとかそういう感じなのか。母さんはうちなのか。お前が俺たちに従ううちはな。悪いやつだ。次のチャンピオンシップは支援者の皆様にもお前が必ず勝つように挑戦しますと伝えている。彼らは巨額の金をお前にベットするだろう。負けることは絶対に許されない。いいな。必ず奴らを潰す。どんな手を使っても。わかりました。いい子だ。ガ
ンガン行けるぜ。じゃあ、なんかいる。バッチ獲得おめでとうございます。今後の活躍を願いまして、委員会からの贈り物です。筋紙核戦員10人お預けします。これ助かります、本当に。核戦員を春日様にお預けしました。お手持ちをご確認ください。覚醒される際に役立つでしょう。めっちゃ助かる。なんか拾った。ちょっとすいません。ジムに入る。ジョーカー大丈夫そう。ジョーカーはいる？ジョーカー連なって帰ったんかな。ジョーカーいなくなってるよね。一応脇っちょにそのバトルした子たちはいるけど、あれ、ジョーカー帰ったん。病院かな。撃たれてたし、まさか撃たれると思ってなかった。じゃあガチャするか。なんか選抜ガチャチケットもらったしな。そう、ジャパン選抜ガチャ、もうこれ10枚溜まってるので、しっかり10枚引いてやろうかなと思います。いや、レアソジモン来るかな。お、めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。これは神引きですね。神引き来た。めっちゃいいじゃんこれ、見せな。もう今までね、出会ったことない子がいると嬉しいんですけど、まあ、今から強化するのも大変だとは思うけど、全然ね、最後のキング戦には間に合うかなと思うので。お前には笑顔の方が似合ってるからさ。かっけー。ホストちゃん、あ、辻パリピ。大当たりや、辻パリピやで。会場喜び忘れちまった。知ってる知ってる。そんな暴走族でしょ、こいつ持ってる持ってる。やった、スジ番長だ。今日はついてるぜ。全員集まるのかな。めっちゃガチャ引かなきゃなんじゃない。でこれで、どうしようかな。属性ピックアップ、あの豚超欲しいんですけど、右側のさ、ハリーポッターに出てきそうなやつもちょっと欲しいんだけど。通常ガチャも回したいやつと、これ属性ピックアップしてみていいですか。10枚目来い。あー、ダメ。フジモン進化ってやつがさ、育ちができるんですけど、これ進化すんの。育ちコンボ、あー、育ちが繰り出せる最高のコンビネーションだ。めっちゃいいじゃん。殺意の極道に目覚める資質がありそうです。でもこれ普通の育ちに戻ったんだって。でも進化させてみるか、せっかくだったら。こいつ普通の育ちに戻るんだもん。あ、どう育ち、シャーキーン、全然変わってない。普通の育ち。さあ、一応もうスジモンもマックスまで強化してきたので、もうまとめてね、まとめても挑んでやろうかなと思います。もうキングのとこ行くでいいのかな。この人に話しかけたらいいのか。アロハ、いらっしゃいませ。PC ショップ、スジガミです。コロシアムに行きたいんですよね。その筋のものですが。Sure thing. かしこまりました。こちらにお乗りください。まあ、ここ一人ではちょこちょこ来てはいたんですけど、まあ、裏でね、こういろんな対戦ができたりする場所、できる場所なんですよね。そう。もうこれは受付したらいいってことか。すみません。ついにキングとのチャンピオンシップだ。さて行くか。他の筋紙マネージャーって行く行く。もうしっかり戦ってきたし。そう、いよいよですね。さあ、お待たせしました。筋紙チャンピオンシップの開幕です。我らが筋紙マスターキングに対し四天王を撃破した新生春日一番チームが挑みます。すげえ盛り上がりだな。いや、まさかここまで来るとはな。筋紙もなんだかお腹が痛くなってきました。あたたたた、大丈夫、お前覚醒したから。僕もです。ははは、奇遇だな。俺もさ。まだしっかりしてくれよ。緊張すな。それでは登場してもらいましょう。チャレンジャー春日一番チームの入場です。サブストーリー頂上決戦。さあ、博士の分も頑張ってくるか。勝負だキング。春日チームのセコンドにはなんと筋紙を追放された元チャンピオンドクター森笠がついています。穴弟子だったキングとの師弟因縁対決になります。いや、これは盛り上がりますね。
そしてチャンピオン辻神マスターキングの登場だ。いやなんかね、全タイプ使ってきそうじゃない、あの感じで。なおか強いキャラクターばっかりね。よう、キングさん、今日はよろしくな。楽しもうぜ。楽しさなんて必要ありません。僕は勝てばいい、それだけなんです。またそれか。まあいいさ、嫌でもあんたをワクワクさせてやるよ。春日頑張れ。おっしゃ、行くぞ。あう、いや、うちの筋もんたち磨きに磨き上げてきましたよ。バトルしようぜ。いや、筋もんがこんなに白熱すると思ってなかったから。それでは始めましょう。辻神チャンピオンシップキング VS 春日、レディーゴー。さあ、まあ向こう平均レベル48だけど、おそらく全タイプ使ってくると思うの。なのでこっちも別に全タイプ使ってもいいとは思うんだけど、別にタイプ相性が悪いからってめちゃくちゃ効かないわけとかではないと思うから、これでいきます。さあ、スタジアムバッジ獲得に向けて勝負だ、キング。全力で行こうぜ。行こうぜ。王者の強さ。うわ、何あれ、お見せします。うわ、うちと被ってる子いるんですけど。期待の一戦が強い。そう、行くぜ。あ、こっちのが速さは速いとして、一旦もうこの、まあ、先手必勝としてはこの殲滅ミサイル、こいつにやってもらうのが一番。いったれ。辻マシーンは攻撃力バカ高いから、ひたすらこれでいけるとこまでもう追い込んでいくの、とりあえずね。第一戦、死ぬかもな。死ぬ。そう、まあでも辻レイヤーもうちは強いが強いから、防御高いし、全然とりあえずはタイプを絞っていく。まず辻もマスターへのその1、タイプを絞っていくこと。次はとりあえずあっちの水タイプを倒したい感じはするので、辻ベア使ってくれば、ちょっと辻レイヤーにタイプと頑張ってもらおう。でその間にここを辻ベアを持ってくる。こいつにこの水タイプを倒してもらう。ナイス。こいつ攻撃力高いから、マジ助かる。あと3体。くそ、あいつ強いんだ、やめてくれ。辻ベア耐えろ耐えろ。あー、僕のプー、僕のプー。いや、もうこれは辻ベアがそろそろやばいってなるから、最後の一撃こいつに任すか。うん、こいつの攻撃力高いからやれるところでやってほしい。いい、だいぶ頑張ってくれるね。でおそらくもうベアが倒されてしまうから、やりすぎ殺虫ファイヤー、いいなそれ、かっこいいな。いや、耐えてる、辻ベア耐えてる、これはでかい。辻ベア特に、うん、必殺技はないんだよね、元の技が強いから。いや、これでいい、ホームランスイング。あとあいつだけでしょ、辻マシンだけでしょ。ってなると全然勝てる。そうだよな、スカイ光線。いや、それそうなるとポケモンなのよ。あっ、よく頑張った。そばち見してくれるか、最後の飛燕脚で決めてやってくれよ。必殺ルーレット、やった、最高だぜ。いったれ、そばち。まあ、うちにとってのニャオハみたいなものなので、育ちを。やった、キング倒せたぜ。みんな集合、勝ててよかったな、勝ててよかったな。いや、マジでいいバトルだったぜ。集合、いい写真やで、撮っとこ。いや、ほんと筋もむな、マスターになってしまったな。いや、筋神マスターに見事勝利。いや、マジで育ちかっこよかったよ。勝者春日一番。なんということでしょう、防衛記録を更新続けていた絶対王者キングがついについに敗れました。やったー、よっしゃー、やりましたね春日さん。あ、それではチャンピオントロフィーの贈呈です。新たな筋神マスターは春日一番。うわ、でっ
かーい、やったー、よっしゃー、でかーい、どこに飾ろう掲げてる掲げてる。でもキングあれ押さなかったね、ボタン。あ、押す？今？負けた後に押すの？負ける直前じゃないの、それ押すのって。あ、でも押さないって決めたんだ。あ、偉いじゃないか。いや、めっちゃ持ってる。もうやろう。委員会に背く者には罰。え、大丈夫キング、お母さんのことがあるんだ。ありがとうキング、すげえ面白い試合だった。いや、そうじゃ、嬉しそう。感謝するのは僕の方です。ありがとうございました春日さん。ワクワクしたか、あなたと戦って久々に、あ、筋紙って楽しいなって思いました。そうだよな。ありがとうございます。僕に本当の僕を思い出させてくれてありがとうございました。なーに、俺は博士に言われてやっていただけだ。本当にあんたのことをずっと思っていたのはこの人だ。感謝するならこの人にしてやってくれ。森笠さん、ごめんなさい。キング、お帰り。いや、いいな。へへ、よかったな。これにて一件落着ですかね。いや、うん、筋紙委員会がどうなるかじゃない。もう来たぞ。さあどうかな。ん？え？か、囲まれてる？だってめえら新チャンピオン歓迎してくれるのか。なわけ。残念ながらお前は歓迎されていないんだよ。春日一番。てめえらが勝っちまったせいで。こっちの計画はめちゃくちゃだ。俺らに出資してくれている支援者の皆さんが大損こいちまった。まあでもそれが筋紙ですからね。あの方々の支援あってこそ、あの方々の利益のために筋紙も委員会も存在する。君たちがやったことは筋紙の滅亡にもつながるんだよ。何言ってんだこいつら。委員会裏で操っている支援者と呼ばれる連中は僕の勝利に巨額の資金をかけていたんです。それなのに絶対負けるはずのない僕が負けてしまった。そのせいで大損した。だから怒っているんです。わかりやすい説明をありがとう。我々が怒ってるのは春日一番だけじゃない。むしろ一番腹が立ってるのはお前だよキング。俺たちとの試合約束まで破りやがって、なんで負けそうになってもスイッチを押さなかった。あんまり痛くないけどキング結構ボコボコだったぜ。あのスイッチを押せば負けそうになっても試合を不成立にすることができる。なのになぜ押さなかった。今までもやってきたことだろう。僕はもう疲れたんです。あなたたちの奴隷として生きることに。僕のことを思ってこんなに険しい戦いを続けてくれた人たちにこれ以上卑怯な手を使いたくない。正々堂々と楽しく勝負がしたかったんです。キング、くだらねえな。ああ、君のそんな感情のせいでどれだけ支援者の皆様が損をしたか分かっているのかね。君が不自由なく暮らせているのも、君の母親が生きていられるのも支援者の皆様のおかげだろう。母親？って言ってたね。そこが一番気になるんだけど。僕の母は今委員会の監視下にあるんです。いわゆる人質みたいな状態です。あ、やっぱそうなんだ。なんだって。元はといえば僕がいけないんです。当時母に病気が発覚して治療費が必要になって、困っていたところで委員会から契約を持ち出されて、それで、博士たちを裏切って委員会側に着いたってわけか。はい。森笠さんたちを裏切りたくはなかったのですが、母を守るにはこれしかないと思って。すみません。しょうがないんじゃない。いや、こっちの方こそすまなかった。お袋さんがそんなことになってつらかっただろう。気づいてやれなくてごめんな。結果的にその契約金のおかげで母は手術をし病気から回復することができました。あ、じゃあもういいじゃん、裏切っちまえよ治ったんならね、治ったんならもういいかなと思うんだけど。ダメ。でも委員会は母と僕が会うことを認めてはくれなかった。なぜ、なぜ当たり前だ。母親を返したらこいつが我々に協力し続ける保証はなくなる。確かに。もしかしたら裏切るかもしれない。そんな半端なやつをチャンピオンとして居座らせても我々がコントロールしづらいからな。母親を人質に取っておけば
こいつは反抗も抵抗もできない。一生我々の奴隷だ。とても便利じゃろう。じゃろう。おじいが入ってる中、なんてやつら。初めからそのつもりだったんだろう。だがもうこれで契約は不成立。お前も、お前の母親も、もう終わりだ。あ、出たそれ、ジョーカー撃ったやつ。委員会に背く者には、罰。お、俺おぉワンパンでパン、うわてめえ何しやがる。春日さん、大丈夫。筋もんよりこっちの方がね、強い。ここは俺に任せる。ちょうど運動不足だと思ってたところなんだ。俺にも少しは戦わせてくれ。身の程知らず。委員会の力舐めるなよ。おい、こいつぶっ殺せ。嘘。出る、シンプル喧嘩。出た出た。立ちの悪い男たち。いや、筋神委員会なのよ。いや、もうジョーカーより全然強いし。なんかが弱かったりすんのかな。電気が弱いんだ。じゃあうちの筋を見てくれよ。こうかな。出てこい、筋パリピ。いけナイス。やっぱ筋もんよりこっちの方がしっくりきますね。見せてやりますか、バッテリーショックでも。放電準備完了。お、あとワンパンでパンですよ。あ、パン、猫パンチパン。いいですね。強い。キング、てめえ許さねえぞ。監視に行って、お前の母親今すぐぶっ殺してやる。悪い奴らだ。あ、そいつは無理だな。ジョーカー来たんだけど。あ？え、嘘。え、四天王大集結、かっこいい。え、でも、親指顔のやついなくない一番最初のやつ。お前らどういうことだ。こういうことになると思ってさ、先んじてキングの母親助けておいた。うわ、もうあんだけ敵だったやつこっちの味方につくという胸圧展開。安心していいぞキング。お前の母親を拉致った連中は俺たちでのしておいた。お母さんは安全なところに連れて行ったわ。だから大丈夫よ。みんなどうして。へへ、お前と同じだよ。俺らもこのおっさんたちの熱が移っちまったんだ。金と立場を与えられて麻痺しちまってた。もともと俺たちは筋神が好きで集まっていただけなんだ。金儲けじゃねえ。もう一度昔みたいに心から楽しめる筋神を私たちで一から作りましょう。みんな友情芽生えてる。親指以外支援者連中ももう筋神は見放すそうだ。あんたらの好きな支援者様はこう言ってたぞ。すべての罪を背負って豚箱に入れ。それが委員会の次のミッションだってな。な、そんな。もう金儲けは終わりだよ、委員会の皆さん。俺たちの筋神は返してもらうぜ。畜生。いや、滑稽。四天王大集結かっこよ。いや、三天王だったけどね、一人いなかったから。全部終わったな。うん。あ。いや、いい話だったな、筋も。楽しかったしな。お疲れ様でした、春日。それに、育ちさんやみんな。本当にありがとな。なーに、いいってことよ。俺もなんだかんだって結構楽しかったし。そうなんだよな、筋も楽しいんだよな。私も春日さんと会えてよかったです。これはマジですよ。これからみんなどうすんだ。また一から始めようと思います。委員会なしの楽しい戦いの場として筋神をもう一度ゼロから作っていきます。これからも対戦したくなったらいつでも遊びに来てね。いや、クイーン一番強いからやだ。一番強かった。あ、わかったよ。今度はあんな委員会みたいな奴らが出てこないようにな。はいはい、本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。春日、これは俺からのお礼だ。受け取ってくれ。なにこれ、めっちゃかっこいい。流行バット。
ちょっと博士、何か足りてないんじゃないですか。え、何か。ほら、約束したでしょ。ザギンでチャンネルとシースーの約束ですよ。あ、なんか言ってたな、一番最初。俺は約束はしてないけどな。だが分かった。今度日本に行ったらみんなで行こう。あ、いいな、いい約束だ。約束ですよ。へへ、楽しみ。いや、育ちも頑張ったもんな。じゃあな、みんな。え、なんで育ちはついてくんの。ありがとう、カスバ。ん？あれ、ソダシさんたちまだついてくんの？博士にお金で雇われてたんで、そうだよね。なんで来んのと思ったんだけど。なんで水臭いこと言ってるんですか。私たちはもう春日さんの仲間じゃないですか。まあ、まあ、うん、そうだね。マネージャーとファイターの絆は永遠です。どこまでも音もしますよ。どうせ暇だし、な。はい。暇なんです。そっかい。さて、じゃあこれからまだまだ行きますか。え、行くってどこに。決まってるでしょ、辻門マスターを目指す旅ですよ。いや、まだこの旅は続くんだ。あ、そうだったんだ。この世界にはまだ会ってない辻門がたくさんいるはず。伝説の辻門と呼ばれている連中もいるみたいです。辻神マスターになったらくらいじゃ終わらないんですよ、私たちの辻門探しの旅はね。うざい。なんかそれっぽいこと言ってるけど、俺別にそんなのやる気は。かー、ノリが悪いですね。私じゃファイターが行くって言ってるんだから、一緒に行くのがマネージャー、仲間でしょ。分かったよ。よし、じゃあ行きましょう。目指すぞ、スジモンマスター。まだ見ぬ世界へ、レッツゴー。マジで育ちおもろい。カスが筋神マスターになりました。レイドでボーナス発生の確率が上がりました。おう、思わぬ強敵に出会えるかもしれません。あ、そうなんだ、育ち狂うんだ。どんなこと、いたけどすでに。さあ、一応もうサブストーリーも回収できるところはしてきたつもりだし、ある程度はもうやりたいことは終わったかなっていう感じなので、もうお待たせしました、本編向かいましょう。本編の方向かいながらね。あれ、月出てんじゃん、いいな。満月ではないけどいいですね、月が出てるっていうのは。そしてですね、かたくなにずっとしてなかったゲームのアップデートをしてきたんですよ。本当にね、もう意地でもしてやるかっていうぐらいにね、してなかったんですけど、アップデートしたらですね、もうスイスイ動くようになって、移動中も喋れるようになりましたね。今までね、ちょっともうデータが重くて重くて、どうしても移動中カクついてたので何もできなかったんですけど、いやもうやっぱアップデートって大事ですね。すいません、かたくなにしてなくて。した方がいいんですね、やっぱりアップデートってね。さあ、一応船着き場には来たんだけど、いや、めちゃくちゃいるぞ、いっぱい。いいのか、これ絶対絡まれるぞ、これ絶対絡んでくるぞ、このチンピラ。やめろ、本編進めたいんだ。この辺かな、ここ。あ、ここか。この船に乗るってことですね。気分が乗って。ネレ島に向かうか、準備は大丈夫か。ここから先へ進むと長い戦いとなり、しばらく町へ戻ることができません。道中ではメインメニューからセーブすることができないのでご注意ください。そうですね、時間もしっかりとってきたし、まあやりたいこともやってきたし、バッチリかなと思います。一応このメンバーの装備とかもね、今できる範囲での最強装備にはしてきたつもりなので大丈夫だ。おう、よし、行くか。お待たせしました。早く本編行けよって感じだったよな。みんな準備はいいか。いや、竜ごとくエイトも終わるのか。さっさと終わらせて、アカネさんとらには安心させてやろうぜ。そうだね。お、じゃあ行こうぜ。島は見えねえな。ええ、ですが進路は間違っていないはずです。どうしては一番らしくもなく浮かない顔しやがって。
いや、ちょっと気になってたよ。何が？ネレ島の場所はブライスにとってトップシークレットのはずだ。でもそれにしちゃ簡単に情報が割れた気がしてよ。おっしゃいますね。人工衛星をハッキングした上に衛星写真の分析まで行うのはなかなか骨が折れましたよ。ああ、絶対に不可能ってわけじゃないかもしれねえが、そう簡単な方法じゃない。それでバレるリスクってのは本来相当低いんじゃねえか。そうなんだけどよ、相手があのブライスなのが引っかかったら、もしかすると、ブライスは島の場所が最悪漏れても構わねえ算段なんじゃねえか。え、はあ、それはどういう。おお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 え、でかっ。でかっ。でかっ。さっき言ってたのはこのことですか、春日さん。まだサメ続くの。好きだけどサメバトル。どういうこと。ネレ島の場所がもしバレてもたどり着けないようになってるんじゃねえかってことだ。あ、なるほど。こいつがそうだってのか。何にせよ、やつを沈めないと船がやられます。嘘、そんなに。こんなとこで食われるわけにはいかねえ。怖い、何かこれ、何これ、うわ怖っ。うわ、乗り上げてきたし、あいつサメさえも手なずけるのかよ。太陽の暴君、いやでかすぎない、これに勝てっていうの。おいおい、巨大サメ、こんな化け物どうしろっつんだよ。本当な、どうするもこうするもやるしかねえ。でもとにかくあのでっかい頭ぶっちゃだけ。あ、そうだよね、多分これをさ投げろってこと。よくお前言ったな。絶対やめた方がいいの。でも多分炎に弱いんじゃないこの子は。あ、でもそうでもないってことは、やっぱり海の生物だから電気が弱いんだ。任せて入れよう。ほら俺の辻も、言ってもレベル上げはしっかりしてきたしね。なのでもうしっかりもう一番こう弱いところにねついていくしかないよね。逆転強いな。でもこのサメみんな頑張れよ。いやでも言っても、そうだよね、足立が電気技持ってないから、そうなるともうこれで逆やるか。おらーサメーシャークプレスやばいんじゃん。ちょっとサメにやられてるんですけど、おっさん二人が。マインドボイス、うわー、でも、あ、一人ビビっちゃった。こんなのに構えたら人たまりもないわよ。ビビっちゃった富澤。確かに守りを固めることも考えるべきかもしれませんね。確かに、ただ防御した方がいいってことなのかな、今の会話があったってことは。でも一番はさ、こいつ眠ってくれたりしないかな。眠れサメ、寝ないよ、そう簡単にはいかないよね。背後も特にないしな。これでなんかサメがビビり状態だったら一番いいんだけど、絶対それはないもんな。やばいんちゃん、ハゲド逃げて、やばい。すごい反響と耐えた。耐えれるんだそれって。一番最初のサメバトルの迫力がすごかったというか、あれが面白すぎたせいでね、まだ前のサメの方が面白かったけど、こっちだってシンプルサメボコボコですやん。あ、シャークライジング、ライジングしちゃう。いやでも迫力すごいな、このデカさのサメは。攻撃力上昇したぞ、どうする。でもね、シャークブレス耐えて耐えて耐えていつもあっちのおっさん二人が倒れちゃう。合わせましたね、ビリビリさせちゃうぜ。巨大ザメ倒した。いやでかすぎだろ、よく手なずけだろこんなもん。すごいなサメ。
スジモンジョーはフカヒレもゲットした。これレアなんですよ。こいつ掴めたんじゃねえか。さらにお役に立ちましょう。鍛錬の成果です。あれ面白かったな。もう逃げてた逃げてた。死ぬかと思った。ちょっと覚悟はしてきたはずでしょ。いや、さすがに予想外すぎるってこんな。まったくだ。世界は広いぜ。ネレ島侵入を試みる者は奴の胃の中に収まることになっていたのですね。さすがにブライスがあいつを手なずけて俺たちに仕向けたとは思えねえ。そうだよね、手なずけれるもんじゃないよな。何も考えずに島へ向かうと奴の縄張りに足踏み入れちまうんだと思うんだ。なるほど。つまりネレ島に行くには本来島の場所ともう一つのキーが必要なんだ。カイロか。ああ、その二つがセットになってねえと島に行く前にくたばるトラップになってるんだ。島の場所はトラップに引っ掛けるためのむしろ蒔絵に近い。つまり我々はブライスにまんまとはめられたということで。けどそのトラップを今まさに力技でこじ開けたところでしょ。そういうこった。さあ改めて出発しようぜ。力技でどうにかできるもんじゃなかったけどね。みんなブライスもびっくりだろ。ついに来たな。いい、今インストールの準備できるのいいわ。今ネレ島見つかったからやめて。ハトバが見えるが、なるべく目立つのは避けてえな。でも目立たない場所なんてある。ああ、忍び込んで上陸できそうなところを探そう。全然近づいてる船とかも把握してそうな気するけどな。